これは自分探しの物語。この脆くて危うくて不思議で美しい国で、この私の捕捉した。暴走機械兵は C303 を西に移動中。ビチャズ、正面に回り込んでくれ。オーライ。人？まさか。少女。おいおい、機械兵さんよ。あんた人を襲わないんじゃなかったのかい。見損なったぜ。錆び果てな。圧搾純酸素だ。道を外れた者の末路だ。道ってもんは全うするもんだ。ジャンク野郎。機械兵の解体業者？そう。その昔、この国アークテリクスは隣接国と5年に及ぶ戦争を起こした。その時、敵国が送り込んだ大量殺戮兵器、それが機械兵だ。その後、機械兵はハッキングによりプログラムが変更され、今は国の周りにある道を歩く無害な存在となっている。だが稀に人を襲うことはないが、バグで国に入り込んでくる機体がある。それを処理しているのが我々ボラルだ。ババーン。あれ、でもさっきの説明だと暴走機械兵というのは。そう。これまで人を襲ったという報告は受けたことがない。君は一体何者なんだ。我々はとても興味がある。その、思い出せないんです。私が何者で、この国の人なのか、どこから来たのかも、名前すら。アンだ。え？正体不明、アンノーンだから君の名前はアンだ。適当。こういうやつなんだ。だからこの年で独身なんだ。今関係ねえだろ、名誉毀損だぞデカ女。あ、なんだ、殴り合いか。カマビスシーソ、薄ら汚いヒゲ面がよ。なんだこの人たち。よし、アン、我々が君の記憶を戻す手伝いをしようではないか。じゃあこれはアンに持っておいてもらおうかな。なんでですか。僕は機械アレルギーなんだよ。すべてに意味があるこの国で、私の意味は、私は何のためにここにいるのだろう。